ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズがお届けします。さあ皆さん、おはようございます。サタンのアメリカンビレッジ、我がソリスグランデのレストランで今日は素敵なゲストを迎えました。旅行会社つくづくやっててよかったなと思います。観光大使もさせていただいている南大東のマグロ、ものすごく美味しい。そして石垣の方にもたくさんお客さん行っていただいて、三崎牛の三崎さんとお知り合いになって、こういう魚とお肉の出会いがこの茶炭で見事出会っちゃいました。こちらに並んでる、美味しそうですよね、メニューの数々。今日は牛にまたがらずに飛行機でビューンと1時間弱で、三崎牛の三崎さんに来ていただきました。僕はね、あの口の中で36.1度でね、油が溶けて、あの甘さ、もう惚れちゃったんですけど、はい、どうですか？ありがとうございます。私ども石垣島の方で、小本山という、県高い山の麓で、牛を大事に飼育しておりまして、そこで水は湧き水を与えてます。ですから本当にもう自然に近い形で牛にストレスを与えずに飼育してるんですけども、はい、餌にももちろんこだわっていまして、なんか僕たちが大豆を与えてるんですって。そうです、今おっしゃった、油が重くないっていうのは、大豆を2種類あげてまして、はい、その大豆のせいでうまい油ができるっていう感じになってますね。すごいですね、はい、お待たせ、はい、いただきます。これは5000円のメニューですよね。どうですか、店長。おいしい、みんな食べに来て。石垣行ったら三崎牛食べに行って、ここでは浮気してせずにここで食べてねさあ、そしてですね、南大東のマグロ、なんでおいしいかといったらですね、まず揚げた瞬間に神経締めして内臓をパッと取って急速冷凍して、一つ一つをきれいな形で皆さん方のところに食べていただこうということで、ぜひ皆さん南大東島に行ってあげてください。マグロがですね、2倍ぐらいの厚さで切られた刺身をふんだんにこの味わってみてください。釣ってきたマグロを今日解体してもらって、飛行機に積んで持っていこうと思ってます。もうとってもこの中落ちのところ、ペタがもう美味しくて美味しくてたまらないぐらい新鮮なマグロです。南大東のマグロ最高です。そしてこの茶炭のあたりには素晴らしい素敵なホテルがいっぱいあり、ヒルトンが2軒ありますね。レクホテル、レクプレミアム、このレストランの真上がベッセルカンパーナホテルの本館と別館、もう本当に楽しいプランをご用意しました。さあ僕の目の前に広がっているのが5000円のセットメニュー、コースメニューですね。美咲、はい、さんの前に広がっているのは8000円のセットメニュー、そして前の方のテーブルはアラカルトメニューで、これだけのご馳走と素晴らしい夕日が沈むところでたまにはいいんじゃない。そしてこの料理に合うワインをものすごくたくさんお揃えしてですね、ぜひ楽しんでください。素晴らしいと思います。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。さあ来週は県内の素晴らしいリゾートホテルで過ごすプランご案内します。また来週。